お世話になります。錦鯉のゆらいです。お願いします。早速いきましょう。今回の企画、題して、ネイティブは架空の英語に気づけるの今回クイズノックさんの企画をお借りして今回の動画を撮っていこうと思います。東大王だったら架空の漢字に気づけるのという動画を投稿しておりまして、もうアレンジをして今回の動画を撮っていこうと思います。今回の仕掛け人はケイスケとケイトです。で、今回のターゲットになるのはイギリス人のマークとブラジル人のジュンジになります。この2人のネイティブが果たして架空の英単語に気づけるのかどうかっていうのを検証していきたいと思います。もうそろそろね、僕たちのチャンネル登録者数も4万人目前ということで、まだねチャンネル登録しない方がいたら E of course line now チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではやっていきましょう。お世話になっております。錦鯉のマークとジュンジとアルフォーモーラハリーポッターです。キヤスケです。そのカカオ動画で限られたアルファベットを使って単語を作るっていうゲーム最近したじゃないですか。レベルゲームだね。そう、その時にね、その君たちネイティブチームの成績がすっこぶり悪かった。覚えてます？ボキャブラリーに乏しいネイティブがいるなんて国際系代表を名乗るのにふさわしくない。まあだからね、その勉強の基本に戻ってもらって、はい、まあ一から学んでもらおうかなっていうふうに。まあケイタは単にちょっと脆弱だから。脆弱要因ですよね。うん。一人一人意気込みを語ってください。ああ、絶対負けへんで。あー素晴らしい。でルール説明なんですけど俺だまあここにねこう1から16まで 4×4 のマスがあります。で君たちには番号を指定してもらって、その番号の英単語を僕がまあここに書いて教えるので、その英単語の意味を答えてください。はい、とってもシンプル、うん、これ 4×4 なんでオセロの半分の半分みたいな感じなんで、オセロみたいに、うん、この真ん中の8のマスがケータじゃなくてここは順次のマスになって、取りつつ取られつつみたいな。なるほど。オセロをやりながら単語を当てるっていう、うん、間違いない。単語の意味ですね。そういうこと。はい。でまあ意味は一応用意してあるものがあるんだけど、まあなんとなく近かったら、うんうん、こっちの裁量で上場酌量が認められるということで、はい、それではやっていきましょう。それでは一回様子見ていい？ああ俺もそこまでボキャブラリー強くないんで。いや、いけお前16いけマーク。いやマーク、それはゴー。じゃあいきますね、うん、じゃあ様子見て、じゃあ6番、6番、はい、6番の単語こちらです。あー、デュアルでしょ、うん、あのだから日本語の意味が出てこないんだよね。びっくりしてよ。デュアルってだからもうこうでしょ、こうでしょ、こうでしょ。デュエルのこうでしょ。こうじゃなくてこう。そうだからこうなのよ。こうなんだけどその日本語が出てこねえから。なんでもいいじゃん。それっぽいこと。じゃあそれにします。2つの。ああ。2つの。うん。そういうことじゃ。そういうことだよ。そう、正解。正解だよね。そうだよね。ああ。普通に。こんな感じですね。はい。二重のとか二面性のみたいな。正解です。ありがとうございます。意外と基準値甘いな。じゃあ次にジュンジ君。マークの取りに行きます。2番。こいつ綺麗。確実に行きます。はーい。2番こちら。ドン。わかる？マスカラ。マスカラ。マスカラ。はい。形容詞です。もしで。これ筋肉のっていう言い方でいいのかな。はい、正解。わー。マジでバスケラ分かんなかった。分かんなかった。あのさ、目のメイクのやつこうかと思った。じゃあ次、ケイタ君。はい。まだね、分かってないんだよね。何をつか、マジで。俺がさ、1番取ったら、お前、ピーだよ。あ、そうじゃん。漁師のように。1番お願いします。1番で、はい。確かに。マジで取りに行くんだ、あいつ。すごいね。どないね。なんだろう、角の単語。はい、こちら、ダン。何それ。はい、はい、やらかしたー。トライのスコア。トライのスコア、トライのスコア。俺、待って。トライのスコアかな。いや、分かんねえわ。全然わかんない、全然わかんない。もう無理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 。いや予測できるじゃない。なんかとなんかの組み合わせみたいな、まあ、トリミングとスコアの違いなんじゃないですか、ね、多分どの分野の、うん、どの分野の単語かは多分言い当てられる。あ、そうなの。そう、どの分野の単語かは分かるけど、うん、あれの正確な意味は絶対わかんない。でもな、今俺のターンなんだよ。黙ってろ。煽り出さず。いけないよ。はい、いきます。はい、美容師コンテストの賞金額。賞金。あらぶぶー。お前、英語爆にすぎでしょ。そんな感じじゃない。そんな簡単にできることじゃないのよ。あー、待って、わー、俺、1番、2つぐらいに候補絞ったかも。マジで。でも、俺、まだまだ持つわ。多分、誰もわかんないでしょ。うん。まあ、16番かなと。16番。はい。いや、お前さ、負けすごいね。すごいね、チャレンジ。いや、チャレンジ精神すごいわ。うん、違うのよ、その角取らなきゃね、結局負け。ソフィスティケイティってくると思う。お？
え、わかんない、なんで笑ったの。いや、わかんねえなと思って。わかんなくて笑ったんだ。おむつにね、ムーニーマンってあるじゃん。それ関係なんじゃないの。おうん、夜に赤ちゃんがおむつを取り替えてっていうことだから、だから転じてまあ、夜にケツ出すみたいな。お前さ、そんな単語ありませんか、ね、英語で。ないか。じゃあ13番お願いします。13番で、はいはい、こちらパン。わーお、クラッケ、クレイク。あー、聞いたことある言葉だ。クラックじゃないんだ、クレイクなんだ。じゃあ行きます、はい、ビスケット。ビスケット、ビスケット。バカか、お前。あれだよ、あれ動詞だよ絶対。知らねえよ、わかんねえよ。動詞か形容詞かどっちかだよ。え、合ってる。ベベー、あ、そうだよね、びっくりした。なんだよ。あ、まあ俺か、まあ俺は15番いきます。15番で、あの1はね、非常に惜しい。俺非常に言ってる今、いい線に。でもね、日本語がわからないの。知らないよ。15番こちら。はムーデンって。ムーデンって。これスペル間違ってないよね、絶対に。おお、さすがにわかんない。俺近い言葉もわからん。あ、大丈夫です。はい。ムーデンとは気分の気分による。どういう気分？どういう気分？いや、ちょっと待って、ちょっと待って。普通に気分によるとかじゃダメなの？もうちょっと特定してる。もう罰じゃね、普通。罰です。罰です。とりあえず。いい雰囲気。俺も形容詞だと思う。いい雰囲気の。ロマンチックな雰囲気のっていうことです。多分ロマンチックってのはどういう感じ。エッチ、エッチ。まあ正解。これでさ、もうマジ一単語もわかんねえ俺。本当かマジ悔しい。それジュニさんダメだよ、調べてたら。え、ムーダンとダメなの。ダメ。まあ後で調べるわ。そうです。1番でさ、ごめんなさい、正確な単語わかんないんですけど、はい、ぽいこと言っていいですか。はい、まあ説得次第では。スリムスコアはごめんなさい、本当に単語わかんないんですけど、 DNA のあの構図、二重螺旋構図ですか。あ、間違えます。違うか、わーってなっちゃった。ちなみに二重螺旋構図はダブルヘリックスストラクチャーです。すごいな、ダブルステ。まあ窓から資料丸出しにして見せる機構。いやー、すごい。もうね、俺一回答え言いたい。窓から資料丸出しにして見せるいたずら。うわーうわー、まあいい、まあ正解にするじゃん。あ、正解よっしゃー。あ、まずそうしちゃうとあれやん。うわー、待って、ケイタ強っ。ケイタ強いね。強いね。1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。8。ほんとだ。あ、強いわ。順次が、5。5。マークが。マークが1。最悪だよ。しかも取ってるの。桃。桃。よっしゃ、ケイタ。はい、まさかもうそんな架空みたいな英単語もあるからね。うん、ねえ、ケイタの英熟キャラ、ね、ね、なんか、ね、俺にした方がいいんじゃない？お前イギリス人にした方がいいんじゃない？まあそりゃね、できるね、さすがに。ね、まあある程度の勉強してきたからね。ああ、クイズ出すなんか、じゃあ今ここで。うん、じゃじゃん。この企画。どういう企画でしょう。これか。何が？うわー！待って、違うよね。ん？だって、いや、関係ないよね。え、何？どういうこと？名前が分かんないの？何、お前は俺の味方なの？こいつか、てめえ。やりやがったな。お前だから、お前とこいつだって。マーク何気づいたの？ケイタ、ケイタ英語できるよね。ケイタだから、あらかじめこいつ勉強してるんだって。答え分かってたんだよ。ほら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 ね、分かるわけだよね。マジとか、あんなの分かるわけないもん。ケイタが、え、特にどれ。いや、俺4番とか絶対分かるわけないもん。何やの素晴らしいなんだよな。当てるわけないもん、あんな。なんだよ、いや、お前違う。違う。ええ違うの。こんな単語存在しない。これも存在しない。これも、あ、これ存在する。これ存在しない。そっち、ふざけんなよ。なんだよ、ムーダンと絶対ないもん。確かに。俺、今回の企画、ネイティブでも架空の英単語を
わからない説。なんだよで、うぜぇ、俺の悔しいと気持ち取り戻してもう。あ、お前はあれか、答え分かってる。こいつは知ってたんだ、なんだよ。なんだよ、ケイタに英語で負けたこと思ってバカ悔しかった、普通に俺。それよりもね、あの4番のね、あの、習ったらしいやつ、マークが、映画で一回見たことあるんだよね、みたいな感じでした。そうだよ、これ英語のやつ。あれは実際するよ。あれは実際するよ。すごい実際するよ。そうなの？生きんな。わかんない、俺個人的にはドッキリされた悔しさっていうよりドッキリだったんだっていうのは進化にすごい悲しい。ああ、ドッキリだったんだなと思って。まあそんなところで、ネイティブでも架空の英単語は気づかないですね。気づくわけなくない？英語ってさ、一番ワード数が多いさ言語じゃん。一応気づくわけないわ。あんなさ、あのトリミスコアとかめっちゃうまいでしょ、あれ。そう、俺並べ方あれ必死に考えてた。俺なんとか出そう、なんとか出そうって。ダサい。正当化しようとしないの、あなたたち。またいつね、架空の英単語をベラベラ知ってるかのように喋って、いや、俺トリムスクール見たことあるんだよな、みたいな言って、恥ずかしい思いしないように、ちょっと頑張ってください。ごめんなさい、ちょっと次回行こう。あんまり生きらないように頑張ります。この二人のネイティブが、滑稽だなと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメント、拡散、家をコースライダー、よろしくお願いいたします。お世話。いや、まんまと騙されたと思って騙されました。まんまと騙された、本当に。まんまと騙された。